高松岳は、秋田県湯沢市にある山である。栗駒山の西方1 6キロメートルに位置する第四期に、噴出した比較的新しい火山である。隣接する昭安岳と山伏岳を合わせて、泥湯山山と呼ばれている。稜線はなだらかになっているが、地質が業界岩のために侵食が著しく、渓谷は、急峻になっている。山名は、 麓の高松里に由来する。かつては、焼け山とも呼ばれていた。右の写真では、右の避難小屋があるピークが高松だけである。高松だけの左の奥に薄く見える山が、栗駒山で、その手前の左にあるピークが小安だけである。山麓には、小安温泉郷や秋の宮温泉郷、泥湯温泉や湯の、また温泉があり。 木地山苔しの里で知られる、秋田湖井の村があった木地山高原には、ケタソウ沼や、苔沼などの継承地も多い。付近には、キャンプ場や釣り場があり、リクレーションの場としての利用者も多い。登山口は、複数あり、泥湯温泉や、川原毛地獄の駐車場、湯の、また温泉などがある。また、高倉沢コースから、 山伏岳を通って高松岳に至るコースもある。泥湯温泉方面からのコースは、環状になっており、小安岳と山伏岳を合わせて重走できる。山頂からは、南方に、トラゲ山までの重走路があるが、コースが1 3トルと長く水場もないので、見客向けとなっている。山頂には、避難小屋がある。ただ、周辺に水場はないので注意が必要である。 避難小屋の地点が最高地点であるが、南に5分程度移動すると祠がある山頂に至る。ここからは、鳥海山やガス山、トラゲ山などを冒険できる。高松だけの東約2.5キロメートルに、石神山がある。菅江雅美の筆のマニマニには、この石神山についての記述がある。石神山はとても標高が高く、山には、石像があるという。 この石神山の麓には土地温泉がある。石神山は古い地名で俗日本記の三重貫に789年9月、道の区国黒川郡、石神山の社を感謝となすとある。その頃は、官軍が盛んに通行している場所で漫画の祭りを、この社を感謝に行った。このことは、駒形日記の秋山鳥にも書いた。また、は、 シワの赤葉の水月にも書いている。石の神として、大原で祀られている。古くは、安倍平府や虫マロなどがここに至ったという。黒マロアソンは、良きことを漫大にかけて続け、石神の恵みは、大原の里と人ごとに歌ったという。本当だろうか。この神社は、上岸の頃、山城国大ベニアの祭神を移して、俗名山大原寺をエンチンが開いた。 本事仏は、薬師仏である。藤原秀平が、豊田館から平泉に移り住んで鬼門に当たる、奉公を祈ったところ、縁人が作った仏があった。忍術二年七月道の区国にある石神に、十五一下が授けられ、それはこの神のことだと、大原寺の神録にある。ありがとうございます。